さあスタートしていった。まずはポールスタートのゼッケン1番小木原選手のとホワイトのマシンでついていった。ゼッケン2番の中島選手、そして3番の瀬戸選手が上がってきている。さあ、そして小木原選手は3番で通過、2番、3番、1番、4番、6番、8番、10番、5番、9番、7番、すごいとこ通ってったよ、今。中島選手はこのまま行けばですね、タイムですね、あとはタイムで瀬戸選手をどこまで上回っていけるか。さあ、中島選手、スタートをかけていった。早くも3周目終わって4周目、瀬戸選手にコンマ419秒差、2番、3番、1番、4番、6番、5番、8番、10番、7番、9番となっている。さあ、瀬戸選手はピタリと最後についているイエロー、グリーンの蛍光カラー、中島選手、そしてホワイト、パープルのマシンガイ SX、瀬戸選手、そしてホワイト、グリーンのアウディ、小木原選手となっている。戦い選手が順位を落としていったか。スタートの方が1分10秒経過。2番、3番、1番、6番、5番、4番、8番、10番、7番、9番となっている。ああ、飛んだ。これはかなり当たった。ゼッケン2番の中島選手、珍しい。あのボディは無理なの。差を広げながら、さあ瀬戸選手に 1.833 秒差、大量リード。さあ片岡選手3番手振り、2番、3番、6番、5番、1番、4番、8番、10番、7番、9番という展開。さあ、あとは中島選手、タイムと戦いになるのか。瀬戸選手がもう一度追い上げるか。片岡選手も2番手浮上になるか。さあ、2番手で、3番手で山本選手、ゼッケン5番上がってきた。ホワイトとパープルマシンを突くか。さあ、瀬戸選手に迫って抜いた。さあ、一気に抜いていった。山本拓也選手もチャンピオンの可能性を残している。さあ、ここで中島選手の追撃態勢か。1分55秒経過。トップと2番手とは 1.795 秒差。2番、5番、3番、1番、6番、8番、10番、7番、9番、4番という展開。さあ、しかし山本選手、2番手に立ってからは防戦か。瀬戸選手がひたひたと追い上げる。ゼッケン1番の小木原選手も4番手キープ。ゼッケン6番、加藤選手もキープしている。さあ、中島選手は単独11周目。3番手に小木原選手、順位が変わってきた。2番、5番、1番、3番、6番、8番、10番というところ。さあ、山本選手は中島選手の前に出なければチャンピオンの可能性はないか。その後ろ、小木原選手が山本選手にやってしまった。後ろ、5番、7番、6番、4番という展開。残り時間は折り返しに切っている。間もなく2分を切ろうというところ。中島選手、依然会長。しかし山本選手も詰まってきている。 1.5 秒差。さあ、だいぶ詰まってきている。山本選手がコンマ1秒、2秒上回ってくるか。残り時間、ここで2分を切ってきた。各社14周目。山本選手は 1.4 秒差。こんなに難しいボディなんだ。中島選手もコンマ1秒上回ってきている。アンダー巻きを絵に描いたようなボディ。アンダー巻きの変に接近がしまうと3番でキープ。2番、5番、3番、6番、8番、9番、7番、9番、1番、でもあれじゃないと出せないタイムってある。ああ、残り時間ここで1分30秒。山本選手、中島選手の差はどうでしょうか。今戻ってきてチャンピオンすると中島選手16周目。さあ、1.101 秒差。ここで山本選手が一気にスパート。コンマ4秒詰めてきている。残り時間は間もなく1分を切ろうというところ。中島選手単独17周目。しかし中島選手も13秒623ベストラップに逃げる。さらにそれを上回る山本選手13秒57にできている。 1.05 秒差。さあ、ここで残り時間が1分を切ろうというところ。18周目の戦い。さあ、コンマ771まで来ている。山本選手が来ている。ゼッケン5番、長野大会代表、ホワイトとパープルの SX、 山本選手、中島選手をどこまで追い詰めるのか。さあ、瀬戸選手は 2.5 秒差の2番手、3番手。さあ、コンマ725秒差、ここでも山本選手が上回っている。さあ、中島選手はトップをキープできるのか。残り時間は40秒。ああ。そこまで来ました、山本選手。さあ、中島選手、やはり強いのか。20周目に入っていった。 2.5 秒差。さあ、どこで詰まっていくのか。残り時間は10秒切ろうというところ。これがファイナルタップに入ってきた22周目。さあ、中島選手の5秒8。さあ、中島選手、今残りコーナー3つ
つ。ここで5分経過。さあチャンピオンが見抜けた時には東京大会中島大臣が最終コーナーを戻ってきて結果を出す。